はい、皆さんこんにちは。今日は購入品紹介です。もう今園芸シーズン中なので、各園芸店もたくさん植物入荷してると思うんですけれども、今日お店に行ったらとってもいい植物がありました。その中には僕がずーっと欲しかった植物とかもあったので、ついつい買ってしまったんですけれども、このチャンネル見てくださってる方たちに刺さるものがあるかなと思いますので、興味がある方はぜひ最後までご覧になってみてください。はい、一つ目、こちら、ディッキアです。このね、トゲトゲ系の植物なんですけど、おしゃれ植物として結構注目されてるかなと思います。品種がバナナスクイッドと異次元の交配種です。お値段が3800円だったのが1500円まで値段下がってました。ラッキーって感じですね。先日桜紹介したじゃないですか。あれ枯れちゃったんですよ。いい感じに茂ってたんですけど、数日乾かしたらもうあっという間に葉っぱダメになって、最終的にパキパキになって終わっちゃったんですけど、ぽっかり空いた心の隙間を埋めるために買ってしまいました。このディッキアは安心、水切れとかにめちゃくちゃ強いんですよ。でしかもちゃんと日光とかに当たるような環境だったら腰水とかでも育てられるっていう植物だから、乾燥してても湿っていてもいけますよっていう子なので、こんなうっかり屋な僕でもちゃんと育てられる植物です。いやいや、これお店で買った時点でこんなペコペコになってんの大丈夫なの、難しいんじゃないのって思うかもしれないですけど、これ同じお店で同じ時期に入荷した株です。これは僕が結構前に購入して、大事に育ててた子です。かっこいいでしょ。これさっきのとはまた別の品種です。お店の人には申し訳ないんですけど、普通に管理してたらこうはならないです。はい、復活させていきます。水栽培にチャレンジしてみるのも面白いかもしれないですね。はい、続いてこちら、アエオニウムビッグバンです。いや、これめっちゃ欲しかったんですよ。まあ、多分黒胞子がベースなんだと思うんですけど、斑入りの黒胞子。覆輪タイプって言って、この葉っぱの縁になんかピンク色っぽい斑が入るっていうのはあるんですけど、これは縞斑なのかな一応。筋状の斑がこんな風に葉っぱに放射状に入ってます。まあ放射状っていうかね、まあそういう葉っぱをしてるんでそうなってるんですけど、まるで緑の閃光が爆発してるかのような、そんな見た目のアエオニウムです。ついにお店で見つけたので買ってしまいました。これはお値段が高かった。3200円。うん、でも、メルカリとかでもね、そのぐらいで売られてたりはするんですよ。まあもちろん1200円くらいとかね、安いのもあったりするんですけど、この手の不規則な負の柄の入るやつって、やっぱり自分で見てね、買うっていうのがポイントになってくる部分でもあるんですよね。どういう柄になるかっていうのが大事なので。だからまあいいかなっていうことで今回購入しました。ちなみに前紹介した黒胞子はこんな感じ。まあ真っ黒は真っ黒で普通にかっこいいですよね。いいっすよね。後結局全部寄せでしました。あら、真っ黒胞子紹介してなかったかな。これ真っ黒胞子ってやつで、残りが全部黒胞子。なんか違うのって言われるとね、あんまり違いないかな。いや、まあ微妙に違うけど、なんか真っ黒胞子の方が、あ、これ普通の黒胞子ですね。黒胞子はなんか成長する時に葉っぱの付け根緑が目立つけど、なんか真っ黒胞子は目立たないような気もするけど、でも買った時は緑目立ってたからな。これはちょっともうちょっとね、しっかり育てて比べてみようかなとは思います。置き場所問題発生してるんですけど、心の隙間を開けるために寄せ植えしたんです。はい、だから大丈夫。形がね、だいぶ崩れちゃっていますし、用土もべちゃべちゃなのでちょっとこれは早めに植え替えとかね、してあげないとやばいかもしれないですね。特にだんだんね、今の時期暑くなってますからね、早めに対応してあげようと思います。はい、続いてこちら、オフタルモフィルムって言うんですってこれ僕ね初めて見たんですけど、まあ、このフィツムみたいな感じなんですよね。ただ頭がね透明なんですよ。分かりづらいかもしれないんですけど、逆光にするとこんな感じね、頭部の部分が透明です。まあ、このフィツムなんかでもねこういう感じのやつがあるんですけど、これはね、まあ、このフィツムじゃないのかな。ちょっと僕もね全然よく分かってないんですよ。だからこれはね育て方とか調べてみて、まあもしいけそうだったら心の隙間を整理するために既存のリトープスとか、まあ、このフィツムかな、このフィツムとかと寄せ植えできればしようかなと思いますけど、はい、まあその辺はちょっと調べてからやります。これ綺麗でしょ？お値段545円。あ、嘘。547円だった。これもちゃんと動画にさせていただきます。面白い植物たくさんありますね。ん？降りてるか？うん、いいね。来れる？お？それ水ダメ。これ汚いわ。あ、おり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 。ディッキーは痛いよ。ディッキーは痛いからこれダメ。いてててててて。はい、最後はこちら。怒涛です。まあ、フォーカリアですね。すっごい形してますよね。これね、すっごい好み分かれる植物なんですよ。で、気持ち悪いって思う方もいるかもしれないですし、正直僕も最初は、これ気持ち悪くないって思ってたんですけど、今は好きです。これ、実はめちゃくちゃ面白いですし、今、じわじわ、来てる気がする。好きだよっていう方もだんだん増えていってるんじゃないかな。まあいろんな品種があるっていうのもまあ面白いところなんですけど、これ同じ怒涛でも一個一個結構違うんですよ。ホームセンターとかで売られてるレベルで。もちろん見た目全く変わらないのが並んでることもあるんですけど、見てるとその中に一個だけポツンとやたらこのトゲトゲとかが多いとか、白いペンキ模様が多いっていうようなものがあったりします。地肌がなんかちょっと黒みがかってるっていうかね、より色が濃くてコントラストが効いてるとか。だからこう観察してみると個体差があって自分好みのものを探すことができるんですよ。ホームセンターレベルで。こういう言い方したらね、ホームセンターの方には申し訳ないんですけど、要は専門店だとか、なんか生産者さんの売ってるところのものとかじゃないと、なんか変わったもの自分で探すことできないかって言ったらそんなこともなくて、その辺の園芸店で入荷してたら見てみると面白いのがあったりします。で、これは特にトゲトゲも多くて、ペンキ模様も多くて、で、地肌がちょっと濃いめ。そういう子があったので買ってきました。で、このね、独特の風貌が、また飽きさせないんですよね、人をね。これがいい。ほんとね、個体差があって、トゲトゲあまりなくて、こう、のっぺりしてるものもあったり、あとは、YouTube やられてる方で、道楽さんって方いらっしゃるんですけど、その方前に紹介してたのは、これ結構ぐちゃぐちゃっとしてますけど、葉っぱの展開がすごい規則正しくて、真上から見ると、真四角になるようなフォーカリア、それも育種してるみたいで紹介されてましたね。あれすっごいかっこよかった。まあ、もしちょっとでもね興味持った方いらっしゃいましたら調べてみてください。結構かっこいいのあります。まあ、とはいえぶっちゃけこれその辺のネットで落ちてる画像のフォーカリアよりははるかにかっこいいと思います。お値段が、これも547円でした。お手頃価格で楽しめるっていうのもすごくいいところです。うん？オリ。うん。オリ？うん？うん。何を喋ってるんですか？よいしょ。よいしょ。ドアップだ。はい、ということで今日はこちら買ってきた植物の紹介をさせていただきました。面白そうだなっていう植物がありましたらぜひ調べてみてください。ネットを使ったら、結構買える種類もあるんじゃないかなと思います。それぞれの品種でまた動画を作らせていただきますので、今回の動画面白かったなっていう方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで今日の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた。バイバイ。